テトリスミュージカルマッドネス。マッドネスってついてんのがね、なんか狂気って意味でしょ？大丈夫かな？そう、またね、テトリスコースなんですよ。以前もやったけど、どんな感じかな？はぁ、下手。ギリギリすぎたらよくないね。これはもしかして？やっぱり、テトリスの音楽コースだもん！ちょっと最近下手だからね、ちょっと集中するわ。いきます。はい。おい、結構ギリジャンが多めな感じでもいけや。パウムーあって、そしてこっち行って。危ねえ。結構いける。はい。変なこと話すからよくない。リズムに乗ればいいんだよ。音楽コースなんだからさ。タン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 。やってねえんじゃねえか、これ。別に、特に、あった、こうやってる。はい。普通にやろう。普通にやればいいんだよ。はい。で、入れると。さあ、今のところ曲はテトリスだけど、コース的にはテトリスではないけど、お、エレキギターかっこいい。はいはい。いいよ。はい。ああ。集中してます。集中してます。うまいな、この曲作るの。下手。いや、曲かっこよくアレンジしてますね。まあ、音色変えてるんだけれども、いや、音楽コースを作るようになってからね、やっぱりこういうコースの凄さがわかるんですよ。音色によってはこうしっくりこないとかあったりするんだよね。あー、いけた。これ、クリアかな？あ、クリアです。うん。いやー、すごいよくできた音楽コースだったね。でね、やっぱりね、テトリス感をさ、できれば出したいとは思うんだろうけど、音楽コースを作るジレンマとして、やっぱりその、制作スペースをだいぶ取っちゃうから、どうしてもこうならざるを得ないんだろうね。テトリス風コース。はい、またテトリスのコースなんですけども、どんな感じかな、これ。おお、早速すげえな、おい。おお、家だね。うん、そう、それは家だな。やってみましょう。進んじゃっていいのかな。お、ミノがいっぱいある。あ、チョイス、さっきよりはスローテンポなテーマだね。原曲こんぐらいだよね。まあ、原曲って言ったらあれか、クラシックになるのか。まあ、ゲームで使われてるテンポはこんぐらいかな。はいはいはい。まさかこれで終わりではないよね。ん？中間って？上もテトリスで？入ったら？はい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 。あ、そう、こういうの。俺がしたかったのはこういうの。すげえな、おい。マジか。こうやってミノが降ってきて、え、それ押しちゃっていいの？で、潰されないようにするみたいな。あ、あれ押してよかったんかな。押さなくていいのか。で、あ、順調に作って、あ、はい、4列、おー、すげー。4列できたから本当に消えた。え、待って、もう一回やりて。あ、死ぬ。いや、これマジですごくない？ちょ、びっくりしちゃった。ちゃんと4列作って消えちゃうっていうのがね、本当にこれ再現難しいとこだと思うんだけど、やってますよ。これ踏んだらどうなっちゃうの？ちなみに。ああ、やっぱこうなるわな。いや、このコースの凄さはもう結構何回も見たい。まあけど1回で終わらせるわけにいかないからね。まあ2回目もう1回やるんだけど、はい、それ踏んだら終わっちゃうからね。4列消えるの、これすっきりするね。ギミック的にはあれ、どういうこと？こうなって、ああ、そうかそうか、このね、オンオフスイッチの青になったから消えたんだ。はあ、なるほど。面白いわ。え、もっとちょうだい、もっとちょうだい、もっと見たい。終わっちゃったわ。Don't fall。 まあ、落ちるなって意味だよね。いや、これはね、全国の受験生のためにもこれ頑張っていきたいなと思います。絶対に落ちない、絶対に落ちない。だからみんなも落ちない。ここは一旦降りるよ。降りていいの？本当に大丈夫？受験生、受験生大丈夫？ OK。 はい、合格祈願の意味を込めまして、このコースをやっていくぞ！いや、当たるのはいい。落ちるよりはいい。そして、はい！はい！ナイス！ナイス！危ない！あ、降りていいの？怖いよ！コインの方に行くんですね。なあ、もうなんで俺受験生とか言ったんだよ。これでもしも落ちたりしたら、受験生から総叩きにあっちゃうよ。あ、怖いよ！こっち行こうか。そうね、これでいいんだね。はい。いや、もうゆっくり進むな、こいつ。え？
あ、もうなんでよ、なんでや、怖いよ。そして、うわー、わかった。あ、中間だ、怖い。怖い。変なプレッシャーできちゃったじゃねえかよ。いきます。怖い。あ、死ぬ。あ、落ちるよりはいい。そうね。落ちなければいいんだ。落ちなければ、叩かれることはないから。はい。頑張れ、受験生。負けるな、受験生。あ、大丈夫、落ちてない。頑張れ、頑張れ。俺も頑張れ、受験生も頑張れ。そうして、こっち行く。はい。オッケー、いいよ。大丈夫だよ。受験生にも優しい動画。安心してみてね。いや、あんまり見なく、見ないほ、って、あ、見るなよ、動画。勉強しろよ、受験生は。そもそもだけど。あ、まあまあ、でも、息抜きも大事だからね。そんな方々のためにも、はい、潤いになるような動画を提供できればなと思っております。死ぬ。ここで、ちょいダッシュ、オッケーオッケー。さあ、受験生にも優しい富士工房でございます。お願いいたします。はい、こっち。んで、そっちだな。うん、ないしょい。おぉ、よかった。よかった。さあ、皆さん、安心してください。この動画を見た受験生は、落ちません。責任は取れない。チェインチョンプクラッシュコースっていうコースなんですけども、なんかサムネが面白そうだなと思ったんで、ちょっとやってみようと思いました。てか、チェインチョンプクラッシュコースも全部 C だな。はい。そうなります。あ、はいはい、チェーンなんだらっていうのは、このワンワンのことなのね。なるほど、なるほど。まあ、サムネの通りはね。で、そのワンワンを追っていったら、こういう風にいいことあるよっていう、そういうコース。あ、で、あいつ、行ったよ、なんか行った、上に。はい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 。はいはいはい、すごいね。暴れてるよ、ワンワンが。で、あ、上行ったんだ。って感じで、裏にも。そういうギミックがあると。へえ、よくできてらっしゃる。どうする？これ追われるのか。なんか、うわし、昔マリオメーカー1の時にこういうコース作ったね。いや、ここまですごくはなかったけど、こういうコース作ったね。ワンワンに追われるコースっていうの。で、ここは、どうすんだろう？こうするってこと？うわー、受けれた！危ねえ！うわー、危ねえ！次は？ん？あ、右か？あっち？いや、道道館。あ、違うの。あれ絶対違うもんね。いて。さあ、もう一回行きますよ。何気に最初の浮き輪のところがね、難しいんだけど、いけた。で、こっち行く。で、これ使って、わかった。あっちだ。オンオフね。これを押しに行くと。オッケー。まだあんじゃない？まだあってほしいね。もっと面白そう。そして、あ、オンオフ押すんだ。オンオフ押して、あのワンワンを解放する。そして、あー、タイミングよく。オンオフ押して、あー、面白い。何すげえな。ここ押す。押す。もう一回押すのか。え？あ、違う。え？押す。あ、そっか、ダメか。ん？もう一回。こう行くじゃん？こうするじゃん？こうする。なんでだよ。わかった。やってみる。言葉で説明するのは難しいけども。もう一回、ここ。ずっすいすいずっすいすいずっすやった！よーし、いいね。アフアフアしてるワンワンかわいいんですけど。そして、はい。で、あ、終わったー。あー、よかった。また言葉にならない実況をしてしまいました。ちょっとまだ時間余ってそうだからもう一コースやりたいんだけど、今の週間人気ランキングのとても難しいの1位がやってみたいなと思ってこちらですね。やってみましょう。クリア率が 2.41%。 まあ難しめではあるね。20秒のパウキャッスル X なんだらかんだらって感じですね。パウ使うんですね。はいはい。あこれやったことあるやつじゃねえか俺。昔やったことある。もう失敗してんだけどね。もう一回やるわ。これ昔、あ、やってない。違う。これに似てるコースやっただけだ。もう一回。さあ、もう一回行きましょう。オンオフをして、パウ投げて、なんか、引っ掛けあったな。これこうすんのか。え、違うの？わかった。今見えた。矢印あったね。あったから、これを上に投げる、じゃないとダメなんだよね。はいはい、面白いね。なんでや！やめろ！邪魔するな！あ、今 Z あった！なるほど。で、上に行くんだ。え、あそこ何？どういうこと？
オンオフどうすんだ。もう一回もう一回もう一回で上のオンオフ。やだ、おこ、あ、押さないんですね。いやもういけるでしょ、もう分かったから。はい、余裕ですよ。押さない、なるほどね、面白いね。なんで、いやもうクリアできる、もうクリアできるでしょ、何が起きても対応できるでしょう。謎の自信がある。はい、ギリギリ、はい、オッケー、したー、うわー、しょい、うわー、なんで、あ、もうこれでクリアしたいね。もう分かってるから、もういけるから。はい、こうする、で、ギリギリ目で Z、下押して、で、これでやってからのここでオッケー、で、次、もう一回ここでオッケー、あー、Z、 もう今回でクリアでしょ。もう何回言うんだって感じだけど、もう分かってる仕掛けには引っかからない。そうすれば必然的にクリアできるんだと。俺だって長いことやってる、成長が見えないとよく言われてるけども頑張ってるんだ。俺だって幼女じゃない。お待たせしました、もうこれ最後はね、もう十分だもんね。はい、もうお笑いポイントみたいなのもいらないもんね、もうリアクションしなくていいもんね。はい、 OK です。もうそういうね、尺のね、バランスもね、考えてね、プレイしてるんですよね、これはね。頑張れ俺、負けるな俺、そして頑張れ頑張れ受験生、負けるな受験生、よっしゃい。悔いのない夏は過ごせましたか。さあ、夏休みが終わってこっからが本番です。適度に息抜きをしながら頑張ってください。こういうチャンネルだったっけ。